こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカのですね、中望遠レンズ、テレエルマリートの 90mm になりますね。はい、はい、ご覧の通りですね、テレエルマリートの 90mm ですね。 FC2.8 とですね、非常に明るい中望遠レンズになってますね。90mm というとエルマがですね、結構有名で、ポピュラーなんですけれども、あちらは F4 とかですので、かなり明るい 90mm のレンズになってます。でもって大変軽量ですね。 90mm というとですね、レンジファインダー M 型とかだとあまり使われない方が多いんですけれども、街撮りとかでですね、意外と重宝するですね、価格になってますね。木村伊兵衛とかもですね、90mm を多用した、写真家として知られてますね。はい、ということでテレエルマリートの 90mm 外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね、目につくようなすれ当たり、へこみ、塗装の摩耗とかですね、見当たらないですね。こういうローレットの部分も、削れて下地が見えたりとかですね、ほぼほぼしてないですね。文字消えもありませんし、塗装の劣化もなく大変綺麗な状態であると言っていいと思います。どこかに落として歪んだり、強くぶつけたり、擦ったりした跡もないですね。マウントももちろん綺麗ですね。はい。レンズですけれども、前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗などない状態です。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、ないですね。チリホコリの混入も、肉眼でもほぼほぼ見えませんので、大変クリアで綺麗な状態キープしてます。絞りの動きも軽快で、油の乗り、羽の痛みもないですね。はい、ピントヘリコイドもいっぱいまで滑らかに動いてますね。動きムラなどないです。はい、付属品がリアキャップと、こちらがライカ純正の UV フィルターがついてますね。色も合ってますね。はい。そして、フロントキャップです。はい。こちらのセットでお届けいたします。ということで、大変、高状態のですね、ライカの中望遠レンズ、テレエルマリートの 90mm レンズになっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。